ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは仮面ライダー衝動 XQ、 こちらの仮面ライダーオメガ、今日はこちらを完成したものを見ていただきます。はい、いきなりですね、パッケージの裏のポーズそのまま撮ってみました。どうでしょう。こちらが仮面ライダーオメガでございます。本当にこの衝動はね、うまく作りますよね。見てるとこの銅の曲がるところなんかもそうなんですけど、すごい形がなってるし、このねアマゾンドライバーもなかなかかっこよくなってますよね。最初の、アマゾンのコンドラーとまた違いますけど、本当に平成バージョンの、アマゾンという感じがしてとってもかっこいいです。こちらの足の方から見ていきますけど、この股関節のね可動域がすごくいいので、ポーズもかっこいいポーズが結構取ることが可能でございます。なかなか決まってますよね。感触もいいし、なかなか今回のやっぱ衝動 X になってからバイクがつくつかないじゃなくて、この可動のね足の可動の動きがすごく良くなりました。構えてる手からのこちらの中途半端な感じ、開き手という感じの手の方ですね。あとはグーの握り手と3種類の手の手首パーツがございますが、こちらの構え方、普通のちょっと聞いていきましょうか。こんな感じの、これから大切断のような形を取るようなポーズを取ってみました。いかがだったでしょうか。今回のアマゾンオメガの動画、もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。